今日はいよいよ関東大会だ。ドキドキするな。うわ、負けてんじゃん。お、ダンちゃん、かわいい。いや、最後の関東大会1日目、結局全部負けてたな。頑張ろうね、おもしろくん。プレイ。くらいやがれ。ありがとう。ダンクスマッシュ。ドン。やったね。おっしゃ。音楽おかしかったよ今。フィフティーンラブ。いきまーす。任せとけ。はい。わ、ちょっと。アウト。ここは下に打たないと。フィフティーンオール。お、やった、アウト。よっしゃ。でもなんか伝染しそう。サーティーフィフティーン。お、やった、奇跡。やったね。フォーティーフィフティーン。やだ。ハイハイスライス。よーし。フォーティーサーティー。行きまーす。うう、押せよ。ふう。ふう。キャリアがれ。びっくりした。ダンクスマッシュ。するぞ。よっしゃ。あ、来なかった。ゲーム、正確。鳥取のやつ、いつもと様子が違くね。技のキレが半分も荒れる。どうしたんや。ミクスド3は評定が取ってる。これに勝てばミクスドは2回戦進出が決まるってのに。けどこれ落としたら次控えてる正確はこだから。めっちゃ恨まれるやん。クソクソ、性格め。プレイ。いくよ。お、やった、アウト。ラブフィフティーン。いくよ。いけるか。うわ、撃ったよ。うわ、ちょっとやだ。やだ。フィフティーンオール。いくよ。性格魂使ってなかった。次来るぜ。はい、次使おうかな。パワー不足は見えない。やっぱ使わないと。サーティーフィフティーンタイム。性格魂の恋美少。でもこれやったところでなんだよね。いくよ。いけるか。撃った。うりゃ。うわ、待って。むしろさ、性格魂使った方が強くなってる気がするんだけど。フォーティーフィフティーン。これ運試しじゃないよね。技術力低下か上昇かの。
くやった。フォーティーサーティ、なんとかジュースに持っていかないと。いくよ。ちょっと今のは私のターンじゃん。ああ関東大会1日目が終わっちゃった。ゲーム協定。あ、押しちゃった。勝ったってことですね、桃城先輩。そうだな。あんな怪我してたのに出場させるなんて。本人がやれるって判断して監督も認めた。精一杯やったんだ。スポーツやってりゃこういうこともある。でもなんか事情があったんだろ。お前もそうならねえように日頃から怪我には気をつけろよ。はいはい。気合い入れ直せ。決勝まで勝ち上がるぜ。はいはい、頑張ります。うわ、負けてんじゃん。お、菊丸先輩。いや、最後の関東大会2日目だ。まさか関東大会2つとも向こうにリードされるとは。頑張りましょう、菊丸先輩。あれい、頼んだ。はい。おお、やった。フィフティーンラブ、いきます。わちゃはいはい、そこナイスです。サーティーラブ、なんだ。うわー、すごい。フォーティーラン、はいはい。おお、ナイスです。うんうん、この調子でいこうにゃ。はい。ゲーム正確。菊丸先輩めっちゃ強いやん。プレイ。なんだ。はい。この程度。おい。ああ、びっくりした。この程度。おや。ちょっと今のは。よし。フィフティーンラブ。任せてちょ。はい。フィフティーンオール。はっはっ、もうやった。フィフティーンサーティ、昨日の試合は何だったんだろう。はっはっ、ほいや。どうだ。うわ、ちょっと待って、今のは無理でした、ごめんなさい。サーティーオール。はっはっ、この程度。はっはっ、この程度。任せてちょ。はい。お、すごい。じゃあいいね。最後転がってったよ。サーティーフォーティー。やった、ごめんなさい。変なことしなきゃよかった。デュース。私変なことしました。いけ。ナイスデュース、ありがとうございます。アドバンテージ、レシーバー。
ちゃってんじゃん、うん、やった、おっしゃー、ゲーム正確、うん、そこ、はっ、私だって正確の一員なんだから。ストレートに勝っちゃった。ボンバイ正確、ゲームセット。何だったんだろうこの3ゲーム目、ほとんど私のロブで点入れたようなもんですよ。やったー、菊丸先輩、私たちの勝ちですよ。もち、実力実力私にとっては実力以上ですよ。だって全国大会が目の前にまだまだ元気じゃんお前。はい、え？すっごいスタミナ、こんなハードな試合でさ、感心しちゃうよ。そうですか、私にとっては昨日の方がすごいハードでしたけど。あれ、菊丸先輩、充電切れ？このままここで安らかに眠らせてほしいかも。いやそれはちょっと脱水症状とかになっちゃいますよ。いいですよ、クールダウンに会場を10周してからお家に帰ってたっぷり寝てください。おにえ、なんとでも。だけど、はしゃぐのは今日だけだぞ。はい、分かってますって。明日からは全国に向けてバリバリ鍛えます。でもやっぱ今日の勝ち嬉しいな。はい、はい、走り込みで罰？うん、橘さんを誘ってみようと。もしもし、橘ですか？あ、橘さんですか？私です、プロミアです。お前か、いつも元気だな。今日はどうしたんだ？橘さん、今日お暇ですか？一緒にあの河川敷のコートで練習できたらなぁなんて思って。今日は予定が入ってるんだ、すまない。そうですか、そうですか、じゃあ仕方ないですね。時間があれば付き合ったんだが、また今度誘ってくれ。はい。チェーン残念だな、一緒に練習したかったのに。まあ仕方ないか。よし決めた、今日は一日ゴロゴロしてよっと。また真っ昼間からゴロゴロと。ああ、龍馬くんのお父さん。いえ、これはその寺のコートに行くぞ。まったく仕方のないやつだな。はい。いやでもこうしてるのも意外といいもんですよ。つべこべ言わずについてこい。若いもんはコートで汗を流すもんだ。はい。いいか、始めるぜ。はい、はい、よろしくお願いします。かっこいい、渋い。なんとか形にはなってるが、まだまだだね。はい、もっともっと練習して出直してきます。うん、橘さんを誘ってみようと。もしもし、橘ですが。あ、橘さんですか？私です、プロミアです。お前か、いつも元気だな。今日はどうしたんだ？橘さん、今日暇ですか？一緒にあの河川敷のコートで練習できたらなぁなんて思って。休日を無駄にしない心がけは関心だな。わかった、付き合おう。やった、それじゃあ一時に戦地機のコートで待ってますね。ああ、わかった。やった、立花さんと練習できる、頑張るぞ。立花さんはと、よし、まだ来てないみたい。悪かったな、随分と待たせてしまったようだ。いえ、私も今来たところですよ。もう遅いですよ、橘さん。今来たところでしょ。
なんて。いえ、そんなに待ってないんで気にしないでください。ところで、声楽の龍崎先生はいい顧問のようだな。はい、そうですか。うるさい人ですよ。失礼だな。頼りになる人です。練習の時は厳しいんですよ。これかな。頼りになる人です。指導力といい、判断力といい、尊敬に値するよ。俺も見習うべきところが多い。もうバッチリだよね。今日の練習は楽しくやれたな。また一緒にやらないか。はい、ぜひお願いします。この後時間あるか。あります。ちょっと寄り道をしたいんだ。付き合わないか。付き合います。橘さん、練習帰りにどこ行く気？付き合ってあげちゃいます。そうか、付き合ってくれるか。じゃあ行くとしようか。はい。それで橘さん、どこに行くんですか？スポーツショップだ。テニスボールを買いにな。ほう、テニスボールですか。部活で使うのかな。部活のボールですか。不動峰って部長の橘さんがそういうことまでするんですか。勘違いするな。え？部活の買い物にまでお前を付き合わせるわけにはいかないだろ。ああ、そうですか。私は別にいいですけど。買いに行くのは自分用のボールだ。最近空気が抜けた感じが気になってきたんだよな。え？テニスボールって空気が抜けたりするの？え？テニスボールって空気が抜けていくんですか？ほら、主人公も同じこと思っちゃったよ。当たり前だ。使っていくうちに少しずつ抜けていくぞ。そうなんですか。そういうボールに慣れてしまうと、試合で使う新品のボールに戸惑うことになるからな。ああ、そうですね。感覚を試合球に合わせておきたい。ああ、そんなことまで気にかけるなんて、さすが橘さんですね。お前も気にした方がいいぞ。少し大雑把なところがあるからな。あ、はーい。それを言われると、橘さんはボールのことで店員さんとお話し中か。話の邪魔しちゃ悪いよね。でも暇だな、もう橘さんったら。女の子を残して話し込んだりする？普通。いや、重要なことなんだもん、別にいいじゃん。あ、あれってサンドバッグ？ふーん、え、売ってんのそんなの。いいよね、叩いても。今ならすごいパンチを出せそう。大丈夫？壊さないでよ。あ、この立花さんのバカ。なんでよ、橘さんとはまだ出会って間もないのに。パンチは腰で打つんだ。ああ、そうなんですか。というか、すごいポーズですね。なんか専門家みたいな。え、橘さん、いつからそこに？名前を呼ばれた気がしたんだ。お前が呼んだのか。ああ、まあ、はい、呼びました。え、あ、いや、はい。どうしたら強いパンチを打てるのかなーなんて。そうだな、もっと踏み込みを深く、腰の回転で打つようにするんだ。はい。 こうですか。タン。おーい、効いたね。そうだ、今のパンチは腰が入っていてよかったぞ。本当ですか。なんか目がちょっと怖い。気持ちいいですね。さっきまでのモヤモヤした気分がどっかに行っちゃったみたい。どうかしたのか。気分が悪かったなら。ああ、いえ、もう治りました。大丈夫です。はい。ああ、もう大丈夫です。それよりも橘さんも打ってみませんか。いや、俺は遠慮しておく。全国を前に手を痛めるようなことは避けないとな。ああ、そうですね。じゃあ私もここでやめておきます。何ですかそれ。
私には力の入ったパンチの打ち方を教えたくせに。ずるい、ずるくないでしょうよ。選手生命だよ。いや、ずるいとかそういう問題か。そうですよね。ずるいったらずるいです。サウンドバッグ叩いてくれないと許しませんからね。別にいいと思うけど。お前も変なところにこだわるな。仕方がない、軽くだからな。お願いします。さすが立花さん、そう来なくっちゃ。思いっきりお願いします。だから軽くだって。軽く、ちょっと口周りがちょっと。うわ、なんかすごい音した。おお、こんなもんか。え、ここスポーツショップ？ジムじゃないよね。だって後ろあんなのあんだもん。軽くってこれ？まだサンドバッグの揺れが止まってないんだけど。今の動き慣れてたみたい。こういうの経験あるのかな。え、立花さんって経験あったっけ？それにしてもすごいパワーですね。立花さんがテニス強いわけですよ。パワーだけでテニスは勝てないぞ。それも大事な要因の一つだが、理論や力学もスポーツには大切だ。あ、そうですね。パワーと理論のバランスが大事ですね。考えちゃうと変になっちゃうんです。私にはよくわかりません。わかってよ。一番上だ。パワーと理論のバランスが大事ですね。そうだ。どちらかに偏っていてもダメなんだ。はい。パワーで押しまくる選手、理論で攻めてくる選手、どちらも弱点を持っている。はい。そういった選手は手ごわいのかもしれないが、勝てない相手ではない。はい。本当に強いのは立花さんみたいな人なんですね。そうだと言いたいところだが、俺もまだまだ未熟者だよ。強いと胸を張るには程遠いな。立花さんでも胸を張れないって言うと、私なんてまだまだじゃないですか。そりゃ素人だもん。お互い道は長いな。頑張っていこう。はい。今日は付き合ってもらって悪かったな。俺の買い物だったもんな。いえ。お前との会話、まるで自分に言い聞かせてるみたいだったよ。まだまだ俺も頑張らないとな。私ももっと頑張ります。じゃあな、気をつけて帰れよ。はーい。はい、今日はお疲れ様でした。こうして立花さんとの一日が終わった。立花さんはっと。やば、もう来てるじゃない。すみません、遅くなりました。いや、無事で何よりだ。途中で何かあったんじゃないかと心配していたんだ。立花さん。さて、始めようか。内容の濃い練習にしよう。はい。はい、お願いします。ところで、毎日の食事には気を使っているか？はい。体が資本ですからね。嫌いなものがあるんですよね。一応は。一番上だ。体が資本ですからね。お前らしいな。だが、食べ過ぎには注意しろよ。はい、気をつけます。もうバッチリだよね。今日の練習は楽しくやれたな。また一緒にやらないか？はい、ぜひお願いします。それじゃあここで別れるか。気をつけて帰れよ。はい、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。こうして河川敷コートでの楽しい練習は終わった。立花さんってほんと練習熱心な人だな。ますます尊敬しちゃう。はい。よし、リベンジ成功。なかなか調子がいいようだ。これに満足することなく、今後もさらに上を目指して練習に励む。はい、頑張ります。やった、褒められちゃった。立花さんってボクシングやってないよね。ボクシングのイメージは戦国先輩なんだけど。
というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。